こんにちは、おりんです。今日は先日ユダヤさんで福袋を購入した時に入っていたこちらのコージーロールを使って子供用のカーディガンを編みたいと思います。糸のご紹介をさせていただきます。抗菌のコージーロールです。はい、抗菌アクリルが 78%、 ウールが 22% 入ってます。私はかぎ針で編むのでかぎ針の号数が7号から8号ということですね。で、150g 入りの 285m となっています。今回私はちょっとゆったりとざっくりと編もうかなと思うので 5.5mm なので9号ですね。9号で編んでいきたいと思います。それではまずはお袖を編もうと思います。この手の長さに合わせて編もうかなと思います。だいたい身長が125センチぐらいの子になるので、130ぐらいのサイズで編もうかなと思います。で、袖も本体もずっと縦長に編んでいくスタイルで編もうと思ってます。はい、それでは44目編みました。で、手首のキュッとなってる部分とそれ以外の部分、腕の手首じゃないところと、あの編み方を変えて、でも同じところで編んでいく感じで編もうかなと思ってます。で、最初の斜めは細編みの、うね編みで、それ以降の37目に関しては長編みのうね編みで編もうと思います。はい、では、細編みのうね編みになるので立ち上がりを1編みました。で、まあ、裏山取ってもいいですし、こっちでもいいんですけど、まあ、私はもうここで取りますね。普通に細編みを7回編みます。1、2、3、4、5、6、7、はい、7回細編み編みました。細編みが7回編めたら、あとの37目は全部長編みを編みます。ここから普通に長編みを編んでいきますね。はい、こんな感じでずっと端まで編んでいきます。はい、それでは37目、長編み編めましたんで、くるっと編み地を返して立ち上がりを編むんですけども、長編みのね、穴がここ開くのがちょっと気になるので特殊な立ち上がりを編んでます。まずですね、ここ細編みを入れます。立ち上がりの鎖とか何もせずにまず細編みをここに編み入れますね。で、元の目です。で、ここに2本あると思うんで、このこちら左側、ここに針を通します。で、引っ掛けてきて糸をくぐらせて針に2本入っている状態になりますんで、こちらをピッとくぐらせます。これで立ち上がりになるので、これからまた36目ですか、編んでいくんですけども、うね編みになります。はい、ではここを長編みっていうわけじゃなくてですね上見て、こっちの V になっているところの奥ですね、かけて、この奥見えない、奥を取ってですね、普通に長編み、はい、ここを取って長編みね、こんな感じでこっちに V が出るように編んでいきます。
V は出ないか。V は出ないな。筋編みですね。筋編み。普通に筋が出るように筋編みしていきます。これを、長編みのところまで、ここまで細編みになってるので、この手前まで、ここにマーカーすると分かりやすいですね。この手前のこの長編みの頭、ここまで、筋編み入れていきます。はい、それでは筋編みずっとしてきました。で、細編みの部分になるんで、細編みも、筋編みにしていきます。奥のここですね。これ見えますか？これです。ここ。ここ。ここを取って細編み。ここを取って細編みですね。最後はちょっと分かりにくいですけど、まあここですね。ですね。はい、編めました。2段目編めましたね。こういう感じで編んでいきます。細編みの部分は普通に立ち上がりは鎖編み1です。でひっくり返して同じように編んでいくっていう感じなんですけども、で編み上がったのがこんな感じですね。端っこ、こっちが細編みの部分でちょっとキュッとなってて、こっちは長編みの部分ですね。で、何段編んだかと言いますとですね、19段編んでますね。はい、こんな感じでですね、リブになる感じになりますね。これを同じように2枚編みます。こちら本体なんですが、同じように長編みのうね編み筋編みで編んできました。本体の方は端の細編みをせずに、そのままずっと長編みですね、ただひたすら長編みなんですけども、作り目が116目ですね。で半分に折り曲げて前身ごろと後ろ身ごろといっぺんに編む感じになります。116目で11、12段編んだ後にこう58目でこう引き返して編んでいます。ここは3段引き返して、半分で編んでいて、こう編んできて、でこっちからこう編んで、でここで戻ってくるんですけども、ここから、鎖編みをまたここで、58目ですね、鎖を作ってまた長編みを編み始めるっていう感じで編んでいます、はい、でその部分をちょっとやっていこうと思います。はい、ではサンプルに15目長編みを編んで、戻って、でここ9目編んだところです。で次10目で折り返そうと思います。最後の目は普通にこの上の頭を取って長編みしています。長編み、これで10目編めたので、ここを折り返してこっちまで10目編もうと思います。同じようにね、立ち上がりはなんかちょっと変わった編み方で、で長編みをあと9目入れますね。9、最後の目、ここも普通に頭取ってます。はい、このままここに5目鎖編みを作りたいので、奇数じゃないとこうこっちに行かないんで、この段数は奇数を編みますね。真ん中の襟っていうか首元というかの部分になります。はい、最後はここ普通に長編み入れます。はい。
ここから5目鎖編みをします。1、2、3、4、5、本来は58目鎖編みを編んでますね。で、この鎖の根元、これを取って長編みを編みますね。で、この返した時にこの鎖、この頭、こっち側を取りたいので、ここですね、こっち、ここですね、ずっとこっちを取るので、この鎖もこっちを取って編みたいと思います。で、この鎖の頭が上に向くようにして、で、この下の裏山に針を通したい、ここに通したいんでね、はい、裏山を取って糸を持ってきますね。で、普通に細編みを編みます。で、ここに入れてかけてきて2本を引き抜く、はい、これで立ち上がりの1目目ですね。で、鎖をこの頭の目と同じようになる感じで持ってですね、4目分あるはずですね。1、2、3、4、5が1目目なので、これの奥の目、こう筋編み、うね編みになるように1目だけ取りますね。1目というか1本ですね。ここ1本だけ取って長編み、1本だけ取って長編みっていう感じで、普通にいつも通りやります。はい、で、これで4目取れました。ここにね、1、2、3、4、5と並んだので、これであと、ここですね、ここを取っていくっていう感じになります。はい、で、最後の目は普通に頭を取って長編み、これでちょっとミニサイズになりますけども、こういう感じで、まあ、前の部分と後ろの部分と、で、この首のところですね、3段入れて、で、また元に戻すっていう感じの作業になりますね。っていう風に編んだのがこちらですね、はい、ここが58目になってますね。で、こっちも58目、で、こっち側も58目で116目編んでいます。で、12段のここが3段で、合計で27段ですかね。で、ここが中心っていう感じでマーカー入れてます。それでは、ここに、この部分の編み方ですね。次はさっきのこの、これで説明したいと思います。では、この部分を編んでいくんですが、最初の目に、通して、で、この糸をね、左手に持ってかけて持ってきますね、はい。で、鎖を1回、これで立ち上がりとします。で、細編みを1回編みます。横にも1回編みますね。2、3、4目編みます、はい。ここは5目あるので、ここに1個残ってるんですけども、ここがカーブになっているので、こことこの横、こことをいっぺんに編みたいと思います。ここにまず入れて引っ掛けていきます。で、このまま置いたまま、こっちの横の部分の一番端、この辺この辺、一番端のこの辺、これからも1本引っ掛けてきて、針に3本糸がかかった状態、これをいっぺんに引き抜きますね。これで細編みが 1目分になりますね。で、この長編みが3段あるので、1目今編みましたよね。で、合計で5目編もうかなと思うので、
最後の1目は先ほどと同様に減らし目というか2目いっぺんに編みます。ですので3目ここに入れていきますね。これもまあまあ適当なんですけど、ここに1本入れますね。1目目で、この沈んでるっていうか、ね、真ん中の長編みの段ですね、ここからも1つ拝借してきてですね、で最後この辺拝借しましょうかね。はい、ここ入れます。そうするとここに3目入りました。で最終的に、まあ、この辺かな、この辺さえ拝借して1本かけて、でここの 1,2,3,4,5 5目の根元、ここに1本かけて、これをいっぺんに引き抜けますね。さっきと同じです。ここの角と同じような感じ。はい、でこちら側の4目分、 1,2,3,4 目、あと4目分の根元を取っていく感じですね。細編みですね。ここに1本入ってるんで、こっちが鎖の残りで、これが裏山かなと思うんですけども、まあ、2本取ってもいいし1本でもいいと思うんですが、私はこの奥のこっち取りますね。3で最後は2本取りたいところですね。この辺ちょっと分かりにくい糸になって、ごめんなさい、まあ、細編み4回入れたらこれで細編みは完了ですね。本来はここ54目あるので、54目3段になります。3段は同じですね。くるんとひっくり返しまして、で長編みですので同じようにこの立ち上がりのちょっと変わった編み方します。よいしょ、はい、これはもうこれでいいですね。で2目めから表引き抜き編みと裏引き抜き編みを交互にやっていきたいと思います。表で裏ってするんですけども、細かく言うとですね、ここが細編みの柱の目、柱になります。ここね、これをこの横からこうピーッと通して、ここから糸を持ってきて、で長編みを編む。これが表引き抜き編みの長編みになりますね。で後ろも同じようにですね、糸引っ掛けてからですね、この後ろを通す、ちょっとやりにくい部分ではあるんですけども、ここを通して、はい、こんな感じ、あ、5目編みましたね。なので次は表になりますね。表ここですね、はい、表で表、次が最後なので、最後は普通に長編みをこの頭に入れますね。一番最後、はい、こういう感じで、本当はここもう一重編みたいんですけど、同じように糸がちょっと足りないのでこういう感じで編もうと思います。
はい、こちらの、マーカーをつけた部分が中央、中心ですね、腕の中心で、こちらは本体の肩の部分の中心、こちらとこちらを合わせてここを曲がっていくというか、の作業になります。で、まあ、だいたいでこことここをつなげる、なのでここからスタートしようかなと思います。で、まあ、どういうつなげ方でもまあいいんですけど、残りの糸がこんだけになるんでこのとじ針で閉じていこうかなと思います。普通になんか腕の部分と胴体の部分とちょっとずつ取っていく感じですね。ここが最終なので、この字でもいいですしね、ねえとか言って、こうしてこうして、こうしてっていう感じで、まあ、適当に拾っていく方法ですね。こういう風に、こっちは両方2目というか頭の部分2本取って、こっちも2本取ってます。こんな感じ、あ、抜けちゃった。こういう感じでこうつなげると、こちら側はこういう感じで、こうですね、見えますかね。普通につながった感じになります。はい、これでずっとこう縫いますね。で、逆のこっち側も同じように腕を置いてですね、こう縫いますね。まずそこまで縫いたいと思います。はい、それでは腕が全部できましたので、今度は脇ですね、この横ずっとここまで縫ってというか編んでというかかがって、で、こっち腕の下の部分もずっとこうかがっていってっていう感じで仕上げていきたいと思います。はい、この説明なんですけども、腕がこの44目、7目足す37目の44目に、9段編んだもの、これが2枚で、本体が116目の作り目で、長編み、うね編みですね。全部うね編みです。真ん中が58目編んで、またここで再び116目になっていくっていうことで、全部で27段。これを、パーツとしては3つですね。3つ作って、つなぎ合わせるっていう感じでできます。全部まっすぐ編む。ここの、襟ぐりっていうんですかね。ここだけちょっと増し目とか、あ、減らし目か。減らし目しますけど。ここだけ。で、そこ以外は、全部もうまっすぐ編むだけですね。で、簡単にできます。はい。はい、完成図です。ここもキュッとなっているので、着やすいみたいです。子供曰く。で、ここですね。もうちょっと肩から落ちる、オーバーサイズ的な感じで着ていました。子供は。まあ、ここがね、やっぱり短いので、もう一段ぐらい編めればよかったかなとは思うんですけども、まあまあ、これでも着れるんで。これでもう 300g ほど使った状態になります。まあこんな感じで出来上がりました。サイズとかはご自身のサイズに合わせて段数を増やしていくだけでできますので、調節して作ってみてください。はい、
それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、おりんでした。さよなら。簡単にできます。